何が見えているのか。うわー、マジか。マジか。なんだ、恐ろしいな、これ。恐ろしいわ。あるのか、天才か。天才がいた。素晴らしい。すごい。来たね。来ましたね。いいね。いや、素晴らしい上がりを見せた。はい、切りまくりましたね。一気にトップに来ましたよ。ヤングマスターズが火花を散らします。アンダーフィフティ日テレプラスマージャンリーグ2018、実況は私内藤正樹、解説は対局番組ではおなじみメンチンのバビーこと馬場弘和さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまずこのリーグ戦の概要をご説明いたしましょう。1リーグ8名2リーグ制となっております。スイフを意味するセイラーズリーグ、海賊を意味するパイレーツリーグ、それぞれセリーグパリーグとお呼びいただければ幸いです。各リーグ8試合で上位4名が準決勝に進出、さらにこの準決勝上位2名が決勝に進出、ここでトップを取ったプロが優勝となります。もちろん賞金もご用意しています。 WRC 世界リーチ麻雀選手権ルールで赤ウーが満ピン層1杯ずつ入っております。馬場さん、ポイントはどこになりますかね。そうですね、やっぱり一番のポイントはですね、もう今をときめくですね、もう麻雀プロの若きリーダーたちがですね、男女混合ね、そうですね、合わせて打つなんていうリーグ戦は、多分この日テレプラスのリーグ戦以外ないですからね。ないです、ないです。で、多分ね、女子プロなんかは、ね、下手な男子プロに強いっていう自負心がある方たちなんでね。なるほど。ここにね、出てくるわけですからね、相当自信ありますから。結構面白いですよね。あとやはり、先ほど言ったセリーグとパリーグに分かれているところですよね。セーラーズリーグは、まあ、どっちかというと守備型というとあれですけど、受け型の人が多い中で、このパリスリーグは文字通り海賊、もう荒々しい戦いが、もう実際1回戦もすごかったですからね。すごかったです ね。これぞパリスリーグという感じなんで、もう全員が戦ってますから ね。まさに次のこの卓もですね、相当手だれが集まってるんで楽しみでございます。楽しみですね、さあ今回はパリーグ第2試合ですね、出場選手をご紹介していきましょう。まずはトンチャニ古橋プロです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、パイレーツリーグということで、まあ、荒々しい麻雀ではないかというところで選ばれてるわけですが、いかがですか？なんか僕だけ海賊の中に紛れ込んでしまった一般の人みたいなイメージがあるんですけど。風貌は全然ね、海賊の写真的では、まあ、今日格好だけ海賊っぽくしてますけど、なんかちょっとね、ちょっと格好だけは、そっちに。でも彼はですね、デジタル何それぐらい、もういわゆる今風潮であるデジタルマージャンを全否定している、なるほど、もう圧倒的な流れ論者であり、かつ手役打点派なんでね、ね、今日はね、そのデジタルマージャンクソくらいのね、本当マージャンをちょっと見せていただければそうですね、ちょっと楽しみですね、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。さあ続いてなんちゃに岡田プロです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあパイレーツリーグということですが、荒々しい麻雀を普段からよく打たれる。いやー、私自分のこと荒々しいと思ったこと一度もないんですけど。一度もないんですが、まあ一応ね、選ばれてるわけですから、そういうイメージがね、多分どっかにそうですね、多分まだ皆さん私の麻雀あまり見たことないですし、いやそんなことはないですよ。だから確かにこの8人の中ではちょっと異質さは感じます。麻雀はものすごいバランス型で、馬強読みね、あと手順、手筋結構こだわる方なんで、なるほど。ただここ最近の成績がもういろいろな、テレビ対局とかですね、タイトル戦の中で優勝したり準優勝したりと、その成績が圧倒的になってきてるんで、なるほど、そこでこのパリスリーに選ばれたかもしれません。ちなみにどうなんですか、男性陣とこうリーグ戦をやるっていうのは。いやー、もう本当にすごいドキドキしてますね、こうもう一流の男性プロと打つことがなかなかないので、ちょっとどれくらい自分が食らいついていけるか不安ですね。なるほど、胸を借りるつもりで、でも攻めて、そうですね、ぜひトップ狙ってください。ありがとうございます。お願いします。さあ続いてシャーチャニー森下プロです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあどうですか、パイレーツリーグということで、そうですね、メンバー集まってますが、はい、まあ展望にがっついて海賊らしく、がっついて、がっついて一生懸命戦いたいと思います。いきますか、はい、ちなみにこう誰か要注意人物というかマークしてる選手とかっていますかね。そうですね、この卓だとやっぱり一番海賊らしい、あの、
アマゾネスさんはい、まあでしょうね、一番海賊らしさは確かに出てますけども、でも森下プロといえばね、はい、もう髪型もさることながら、はい、もう自ら泥臭い麻雀を打つと。ああ、ね、いいです、なんか好きですね、まあ、そう、まあ、いわゆる歌手の世界でド演歌みたいな麻雀打つそうなんで、はい、ちょっと僕も楽しみなんですよね。いいですね、泥臭い麻雀、勝ちにこだわってどっぷり、はい、そのね、ズブズブの麻雀をね、一つちょっと今日も披露してほしい、ぜひ期待してますんで頑張ってください。はい、よろしくお願いします。さあ、そして最後になりました、ペーちゃんにワックスプロです、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうワックスさんのためにこのパイレーツリーグね、あるぐらい、そうですね、でもなんか荒々しいイメージはね、一回戦船長がちょっと飛んでたっぽい、ね、船長はそうですねちょっと水にどんどん沈んできましたけど船長の、はい、女役みたいな感じで、まあ、船長はまあ来たところですね、はい、まあ、でもイメージとしてはあのミスパイレーツが高宮プロなら、はいはい、ミスターパイレーツがワクツプロっていう感じですよね。あ、じゃあ船長でいいですか。寝技立ち技、はい、何でも OK なんで。そうですね、なんか姉さんっぽいしね、じゃあそっちでいきます。攻めに特化した時のワクツプロのその攻め足の鋭さはちょっと注目したいですね。そうですね、やっぱその辺みんなも多分ね要チェックな感じなんですが、うん、まあ、あの荒々しい麻雀期待してますんで、ぜひ頑張ってください。奪ってやります、はい、さあ、ババプロ、そうそうたるメンバーとなりましたが、どのような展開予想しますかね。そうですね、はい、やはり佐藤プロがね1組出てきましたから、はい、1回出てきましたね、はい、1回ですね、先ほど、はい、まあ、対照的にこのワクツプロもそのパレーツの、はい、まあ、象徴的なまあまあ攻めますからね、あるんですが、はい、実は言うと繊細なとこもあるんで、なるほど、皆さんねワクツプロマークで来るんで、はいはい、そこをどう切り抜けていくかがちょっとこの第2回戦の見どころかな。そうですね、彼は有利になりますね、マークされないってなると。そうですね、マークされると結構不利は不利になりますよね。不利になりますからね。さあ、どのような展開になるのか楽しみですね。さあ、それでは熱き戦いに期待しましょう。日テレプラスマージャンリーグ2018パリーグ第2試合東杯の開始です。よろしくお願いします。さあ、始まりました。まずちいちゃんに古橋、そしてなんちゃんに岡田、シャーちゃんに森下、ペーちゃんに枠津と、この4人の並びで対局が行われます。ドラは C1 ですね。さあ、親のハイパイどうだ。うん、おっと、何時の目、でもピンは良さそうか。いやー、あんま良くないですね。ピンチができてない、ね、ドラ受けはあるが、まずまあまあ。さあ、そして岡田、岡田もちょっと苦しい。お、ここいいですね、赤ドラ。トンと1、赤もある。ドラも含んでますね。これどうなんですか、トンから仕掛けてくんですかね、1枚目から。とまあ、タイプによるんですが、はい、森下プロはどうなんだろう。ですか、ね、まあ、1枚目しか出たら残球になりかねないですからね。例えば佐藤プロはしっかり蹴るかもしれませんね、はい、ただお、ドラ引きましたね、うん、これやはりあの同じパイレーツでも、はい、こう前に出て仕掛けてっていくタイプとじっくり面前で手役ってやっぱ分かれていく、はい、あ、ドラだ、これはなるとね、これは仕掛けますね、もう満貫ですからね。そうですね、ワクツもいいですからね、手がね。いいですね。トンは誰も持ってないですね。なかなかちょっと苦しいですね。ちょっとね。ああ、でも。ああ、もう自敗の飛び込みに入ったのかな。かも、マンズに、ね。ということですね。狙いに行くか、まあ。だから上がりにかけるというよりは、ちょっと守備力を高い手にして、動向を見るということですね。さあ、ここがパーソー。ここにトン来るとね、これちょっと出てこないですからね。あ、チートイツか。チートイツがあると本線になりつつあるかもしれませんね。守備的な意味でのチートイツですね、これは。そうと、いいですね。ゴロチになってきた。いいですね。こうなるとフラッシュはゴロチでしょうね、狙いとしては。さあ、もう森下もこれもう面前で。いけそうな感じになってきますもんね。そうですね、まあ、でもできればトンをね、トン泣きたいですけどね、もうおっと古橋が今度4、5、6か4、5だ。あ、でも本当チートイツっぽくなってきましたね、うん、リアンシャンテンですね。ナンはどうする。一応4、5が見えるんですね、手を決めましたね、さあ、リャンソー
ちょっと考えてるのはこれ三蔵引きとかで、はい、ゴロチが見えるんで三品つもぎり、まあ、古橋の中では先ほどの手ですけどね、一品の話も考えてるでしょうから、これ単野を行こうとか、そうですね、さあ E1 は1枚自分で切ってる、いやながらくっつかないですね、くっつかないですね、やっぱりこの岡田にトンが行ったのが大きいですよね、あ、まあ、出づらいですもんね、うん、もうおっとどうする、ここで単葉含みのいいシャンテになりますね、今別に E ピン切ってもいいんですけどね、あの2ピン引きのスチーワンの方を優先しましたね、さペはつもぎり、おっとそれで闇、これで仕事の変化もありますね、はい、あ、この3ピン出ますよ、あ、出ない、出ない、え、自分で1枚切ってるのになぜ、もう気配を感じ取ってるのか、いや気配を全然今出してなかったと思いますけど、出してないですよね、今の3品は止まりましたね、自分で切ってますもんね、チートイツだと自分で切ってるはずですからね、さすがにかかんない、もう受けに入りましたね、すごいですね、すごいですね、すごいですね、へえ。あれ止まりますか、ちょっと気配が出てないですからね、もうでも出てるのかな、出てるんですかね、もうとさあ一応ウソにくっついたが、これローピン出たんで3ピン危ないじゃないですか、これ危ないです ね、ああ3ピン通るんだになりますからね、なりますよね、危なそう、取ったチューンから、え、3ピン出ないですね、ただ、さっき言ったリャーマンとかも別に通ってるわけではないですからね、まあ、一応、古橋の現物古橋を警戒してるってことですかね、不思議だな、すごいな、いや、すごいですね、止め切ったらすごいですね、ええ、止め切りそうですね、これ止め切りそうですね、ペーがね、1枚、あ、もう2枚切れのペーは完全安牌ですから、その統一落としに入ったらもう、おっと、テンパイリーチです、あ、あ、テンパじゃないですね、ごめんなさい、いいシャンテですね、ここは攻める、うん、さあ、スーワン、うん、そうですね、急走、これもじゃあ急走ならし、急走か、森下テンパ、森下テンパ入んのがいいですね、あ、このトーンは飛んだ、このトーンポン、あ、でももう出ないか、何か出さないですね、出さないか、もうこの順目になると、うん、早ければね、どっちといいシャンテンだが、うん、もうさすがにローピンとかも切りづらくなってくるのか、手がれがありますからね、特にあの枠津が照らしでチーピン切ってますから、サブローピンは嫌じゃないですか、もうだから安全、あ、安全パイ、まあ、ウーアンか、ウーアン赤いか、赤いんですけども、でもウーアンですね、まあ、岡田以外には当たらないですから、うんうんうん、こうなりますよ ね、うん、もう9ピン、ノータイム、2ピン、さあどうする、3ピン切って、スチーピン、まあでももうテンパイ取る、まあ、同じですから、これ、まあ、2ピン紡ぎっても問題ないですよね、誰、いや、これチーピン、ワックスのチーピンになるんで、チーピン行く可能性ありますね、うん、うん、これですね、うん、ワックスをね、一応警戒して、さあ、これで龍玉、ワックス、あ、古橋の一人テンパですね、はい、なかなか森下がね、ハイパイ良かったんですけどね、そうですね、ただ小本さんは、岡田の三振で目が見事でしたね、いや、すごかったですね、止まるんですね、止まるんですね、気配があったのかな、どうなんでしょう、なので危険に聞いてみましょう、はい、さあトン曲流れ1本場、ドラはウソですね、さあ古橋、親の古橋の手配、お、なんか良さげに見えますか、ドラも見えたぞ、これはドラウソ、なんかできてそうだ、おっと、あ、いいですね、いいですね、
まあ、チーピンから行ってほしいです、ね、個人的には、まあ、そうですね、そうですね、これちょっと満あここはあこいつが4組だが今メンツができた、はい、森下はちょっと苦しいか、いや森下はとにかくあの敗北がね、まあ、動けないのはともかくとして全然積もがなかったので、そうですね、ちょっと本人的にも嫌じゃないですか、おっとんから行った、ザブトンから来てた、どうするかな、パーとりあえずパーワンかな、今、ね、にトイトルシって選択もありますけどね、まだ取り付け見るか、ね、トトンが重なった、今打たれたトンですよ、今、ね、ね、トンに泣かされそうですねそうですね、さっきもねトントイツで泣けなくてね、さあ、うん、パーワンは今切った、しょうがないですね、うん、ちょっとトイツが見えてくるか、うん、もう積極的に役割切り出してますね、リャンソーはつまりもうなんかみんなちょっと統一がおっと、うん、できればピンズの方を手をかけてほしい、はい、いいですね、自然な感じでメンチになるのが一番ですけど、さあチートイツいいし、まあ、とりあえず数ワン切りですか、うん、まあ、いろいろ見て、うん、数ワン個もありますからね、うん、そうここもトイツ、トイツがなんか増えましたね、うん、ここで4ピン、チューンチューンは番に1枚入れ、1枚入れ、あもう狙いに行きましたね、はい、もうトイツあんこ系にでチートイツだったらチューン単品リーチでしょうね、だからこの森下のチューンどっかで離さないと危ないですね、危ないですよ、お、ワクツも一発に、おっとスターマンズ、これ面白いよ、いいね、これ行きますよ、あね、こういうのでね、ドラーメンズですけどスーさん入るとあんま嬉しくないですよね、そう、まあでもスーさん入ったらもうそこで、ね、もうね、おしまいですからね、おっと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 、ワクツもいいシャンテン、スーさん入ったらリーチですね、あ これはまあもうしょうがないですね、三蔵を切って、うん、れチートイツの形も取れるようになりましたね、ドラ重ねてもさすがにちょっとチートはないですね、さすがにないですよね、もう打点はね十分ですから、うん、そのの、おっとっとっと、おお、すごいですね、あのハイパイを対応に仕上げましたね、ノータイム、チーソー、パーソーのシャン、おっとここもテンパイ、ただこのウッパーピン5枚自分で持ってますからね、うん、これは打ちにくい、ただ3ピンがいい町っちゃいい町に見えますよね、自分でね、そうですね、打ちにくいですよね、ウッパーピンは厳しいかといって他も全部打ちにくい、いったー、おー素晴らしい、ウッピンはしかし強烈ですよ、ここもいいシャンテン、わー違う、もうフラッシュはもうまっすぐ行きそうですね、まっすぐです、これはもう、はい、あーこれ掴んだ、いやこれ下手すると3ピンあるんじゃないですか、切っていや止まる、パーソのあでもそうドラ筋じゃないですか一応は、うん、どうでしょうね、まあ、攻めるならパーソーいきそうですけどね、うん、おー3ピン、おお何すごいね、さっきの3ピンどもこれはよっぽど自信あるんですかね、リーチいくってことはもう、いや素晴らしい、素晴らしいというか何なんですかね、何が見えているのか、一応ダブロンはないんですよね、ダブロンはないです、ええ、これ森下ですね、まあそこは2軒リーチか、ええ、そうなんです、さすがにで、チーソがないからパーソ勝負ですか、パーソ対決、残り1枚のパーソ勝負ですね、残り1枚のパーソ勝負、チーソはもうあの森下の手2枚あるんで、うおー、うマジかマジかなんだ恐ろしいな、この恐ろしいわ、リズムチートやがれ、3006、いや漫画ですね、一発あ、ポツか、一発です、一発です、3006000です、いやこれちょっとワクツヤですね、自分だけが知ってるわけじゃないですか、うん、パースを止められて積もられたって、うん、一発で、しかも浮いていかれてるのも分かってます、いやそうですね、いやーすごい上がりを見せた岡田、パイレーツだな、いやパイレーツらしさ出てましたね今のは、いやあのいや今のはかっこいい、当局の3品止めは出て、パイレーツというよりはあのセーラーズリーグっぽかったですけど、いや強気に攻めた、
やっぱりね、今本当にいろんな対局で勝ってますんで、はい、一番その若手プロの中では上昇気流にある人なんだね、はい、いや、それらしさがね、出ましたね、出ましたね、まあ、本局の3ピンはびっくりしましたけど、ね、いや、おっと、ホッタメツ早そう、打点は見込めないが早そう、おっと、ワックスもいい、橋は初だと言います。さあどうする、絵頃が見えるが、おっとドラ切りましたね、おー普通はとかは三つ三タイヤを三色でも早いですね、見切りが早いですね、ドラの9ピンね、おっとここ早いですね、ワクスイーツいいですね、うん、ここも一目ずつ、さあここでどうしていくのか、いいピン払ってくる、ああ、まあ、9ピン打つじゃそういうことですよ ね、 いいね、で先に9ピンから行ったんですね、行ったんですね、さあここはいいシャンテン、うちを盛りしたいいシャンテン、そうですね、いいシャンテンですね、ああここもいいシャンテンですね、いいシャンテンだ、はい、早いは早そう、おなんかうまいこと仕上がっていきますね、うん、なんかあの岡田の手はもう少し伸びる6チップありますからね、さあ、ね、森下はシャンテン戻しました、戻しましたね、ピン、さあこのパーピンどうする、これは決めでしょうね、ここで9番ですか、ね、おお、さらに戻した、おお、3シャンテン戻した、3シャンテン戻したのか、余裕がありますね、ところ低く、おっと手広く、シゴロはもう諦め、しかしイーシャンテンの手を3シャンテンで戻しでもまた今リアンシャンテン戻した、まあ泥臭いも、うん、いやいやいや、森下の心情ですからね、すごいですね、うん、あれなかなか、さあどうする、このロースをつもぎに、これは形で言うとね、パーソキッターは本当はいいんですが、はい、あのやっぱ6チップを睨んでますね、そうですね、泥臭いイシャンテンになりましたね、なりましたね、なりましたねすごい泥臭いイシャンテンです、おっと赤い、ね、今ね切ったばっかですか、しょうがないですね、自敗を抑えつつというかね、ちょっと安全牌確保しつつみたいな感じなんですね、そうですね、そんなにこの曲はなんかね行く気はなさそう、うん、さあ森下どうする、ナウンはションパイ、うん、また戻しましたね、そうですね、シャンテン戻しすごいですね、だな、うん、さあどうする、ピンズは厚く持つか、まあ手なりならパーソーというところなんですけど、対応ならいいそうですね、パーソーですね、まあ、パーソーましたね、一番素直な打ち方ですね、さあリャンワンはつもぎり、つもぎりは切ってますね、あ、そうか、もうでイシャンテン、あれですね、岡田は6チップやめたんですね、はい、そうですね、シゴロもやめ、シゴロもやめてローワン切って、そうするとさっきのローソンのところはパーソンの方が良かったかもしれないですね、23456の OK を残して、うん、ここですね、そうですね、パーソンの代わりにローソンがあると、やっぱり、OK、が、おっとテンパった、あれ、おい、リーチいかず、ウッパーピンテンパイ、よくテンパイしましたね、途中手順見て大丈夫かなと思う、いや大丈夫かっていうのはあまりこう上がりね、ちょっと心が来てないなと思いましたけど、なんだかんだ言ってちゃんときちっとピンフのテンポしましたからね、これ止まんないですね、さあこれが森下の上がりになるピンフ1000点、うん、いやすごいですね、もう何回もね1000点戻してて、たった1曲の間でイーシャンテン、リアンシャンテン、サンシャンテン、リアンシャンテンにして、イーシャンテンにしてまたリアンシャンテン、また戻してみたいな、なかなか階段のようなね、いやすごいですね、さあどんどん3曲ですね、親は森下、ただあのちょっと勢いのりさんがね、岡田の親を蹴ったという意味では、はい、やっぱ大きいですね、大きいですね、でもかなり2巡目3巡目ドラ切ってますから怖いですよね、周りはね、そうなんですよね、そこはかなり警戒したと思いますね、さあドラはシャーですね、いつまずか、まあ、まずまず、ね、まずね、ドラはありませんからね、ワクツはねきちっとね、あのどんな徘徊でも手を作っていってるんですが、はいはい、上がりまだ結びついてないので、
ただ赤がエチオピアの子を重ねたこれ親だからどうするの仕掛けてくるのかな。ちょっと見たいですね、この一面の白どうするか。ワクツはトンから行くんですね。あの今自敗がシャー、ハク、チュンってあったんですよ、うん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 、トンから切ってくる。ダブトンから行くんですね。ダブトンから切ってくんですね、うん、もう泣くなら泣いてくれって感じなんですかね。安くなる、いやいや、あの泣かれづらい、ね、早い順目ならあまり引っ張りすぎると重ねられちゃうけどっていう考え方だと思うし、あとなんちゃなんで親にポンされるとすぐ自分のツボ番なんですよね。あ、どうぞ。トラ重ねた、トラ重ねたらこれ行く気になる。おっと、なんかこいつがさあどうする。これちょっと選択ですね。まあペイと打ち落としというのがありますけどね、マンズの伸び見込むなら。まあ、一品来てリアン関係に受けてもいいし、どっちかですね。はい、リアン関係に受けましたね。なんだ、数品。森下が欲しい白は引っ張ってますね。引っ張ってますね。さあ、フルアシチートイツだ。なんかチートイになるとあの白、うん、おっと、ここもちょっとチートイツ。ああ、もうチートイツですね。チートイドラさんの形ですね。おお、ドラのシャーキ、おドラのシャーポンした。これはトイトイにイーシャンテン、いいですね。いや、羽まんまで見える、うん、ただウーソチーソーっていうのはちょっとな。あとチーは泣きにくいとこですけどね。ちょっとそうですね。ウーソチーソーはもちもち。おっと、森下も仕掛けた。まあ仕掛けられましたからね、神ちゃんにね。仕掛け返し、あ、イーシャンテンだ。おっと、イーシャンテン。さあどうする。親の仕掛けも入ってますんでね。うん、まあまあ岡田もこれもまっすぐ行きそうですもんね。行きます行きます。チーソーはない。ウーソはある。ウーソとチーワは生きてるな、うん、さあ引っ張ってくるのか。チュン一枚切れですね。さあどうするこれ。いや、うちの切れでしょうね。もつもぎり。ただ一応ドラのシャーポンしてますからね。そうなんですよね。手役の可能性を探って、まあ想像の方、うん、いや違うな。親も警戒しなきゃいけない、うん、いけないですよね。ドラも警戒しなきゃいけない、うん、親も警戒しなきゃいけない。ここに多分飛び込んでくる人いますから、いますからね。ここにいますからね。おっと、中腕を引いた。いや、もうでもちょっと引き気味で打ってると思いますよ。そうですね、パスをね抜きましたから。まあ、一応チートイツのインシャンテンでもある、うん、さすがにドラポンされてますからね、うん、あ、ピン、ピンズ安いですね、うん、親のゲームそうですね。ローピンがあんこになりましたねすごさあテンパイ入った。さあチーソー、チーソー、まあ、古橋からはチーソー出なそうですから。出ないですね。そうすると、まあ、スーソーがいるんじゃないですかね。スーソーが結構いる。スーソー4枚そうですね。4枚いるんだ。これは かなり、そうですね、森下かなり有利ですね。パワーが打ちにくいか、と止まったか。ウーワン自分で2枚使ってる。ただあ、行きましたね。手役の可能性が、要するに岡田はシャーチャじゃないんで、どうする。初も切りづらいのか。9番は今大丈夫、切りづらいですね、うん、9番まだ。あとこれこの1枚ずっと持ってるんですけどね。おお、詰まった。500オール、あ、500オールですね。いいですね、まあまあ、泥臭く上がっていきますね。そうですね、まあ岡田がね、高い手をね、チャンピオンで行ってます。大事な500オールですよね。そうですね、さあトン3曲ですね。1本番親は森下。まだまだね、岡田が4万点ぐらいですから ね、 そうですね、まあ、全然、まあ、このルールだと。あ、全然、まあ、一発的に点数的にそうなんですけど、あの打ち方で大事なのは、はい、でも岡田がドラをポンした、はい、降りるのは簡単なんですけど、はい、降りられたら、ね、上がられる可能性高いじゃないですか。そうですね、やっぱりどっかで蹴りに行かなきゃいけないという姿勢を、うん、このパレスリーグの人はみんな持ってますね、さあ、森下の手配。ドラは小さそう。ペイから、さあ、
ですよ。トンを重ねて。手はね、まあ、よくはないんですよね。うん、なんかこいつが3、うん、はい。さあ、何から。おっと、リャンピンから1、2、3、3色を見てるのか。さあ、9層。で、メンツが。森下が一番、なんとなく早そうな。おお、ここもいいですね。徐々に、徐々に。また古橋もね。形は作っていってますが、上がりに結びついてないですからね。さあ、9-1、どうする、1を残す、3-1、あ、これなんか1通とかも見えてきますね。これがだいたい本線になりそうですね。ここトン重ねた、これでもちもちになりましたね、ワクツと。ああ、そうか。トンがこれムチムチ状態の人ができるとですね、そうじゃない人に結構有利になる、有利になりますもんね、その2人はどうしても遅れちゃいますからね、うん、どうなっていくのか。チュン、ショーンパイ、チュンを行く、徐々に徐々に森下が進んでいく。 E1 結構引っ張りますね。そうですね、123の3色を。いやでも123は厳しそうですけどね。まあ、イソ2枚ね出てますからね。安全牌ってわけじゃないです、ね、おイーシャンテン。さあカウソ引いてきた。なんで引っ張ってんの、まあ、リアンストとか引いてきた時に。いやでも123は相当、ね、まあまあまあ、まあ、苦しいは苦しい。おっとテンパイした。さあリーチに行って、非常に強い手配だ。ああ、ここに3は一発できた。まあ切るわけはないですからね。3番はでもまだ山に2枚いる。おお、E1行きましたね。そうだ、まあたまたま通ったがいいけど、うん、まあ、危なかった可能性はありますね。危なかった可能性は。あとこうパーソーを持ってきた。うん、さあ1枚目のトンが出て、これもちもちだったトンが泣けるかもしれないですけどね。問題は、まあまあもうちょっと、もちろん単品系いくか。いきづらいですもんね。あ、3枚、1枚、方に出て、あ、出てますね。ああ、じゃあ残り1枚。残り1枚。うん、さあ、親なんでね、森下もある程度は行きたいが。ただヒントが少ない。ただ相当はね、通りそうなんですよね。9層はいけそう。9層ぐらいか。でもドラ、でもドラがね、小そうなんで。なるほど、カンパスの木は残しておきたい。じゃあ、あ、今運送に手がかかるようになりましたね。あ、数層、まあ、一層、え、でも地層は通ってないよね。通ってないですね。運送自分からは2枚見えてるぐらいですもんね。ワクツもいいシャンテになったね。しかもまあまあ打点のある、ね。ああ、そうですね。テンパったら行きそうですね。行きますでしょうね。さあどうだ。キューピン。3番がどこに行くかですね。もう岡田に切ったらね、これあんこでガッチリですからね、そうだと森下ワクツがねかなり有利になりますからね。さあパワーピンどこまで押せ、押しますね。いきますね。いきますね。これがパイレーツですね、さあどうする。パワーピン、さあテンパイするのか。3ピン、もう行きづらいとこばっか引いてきますね。まあ安全、まあ両ピン、E ピンとかっていうのも、おお、あります。 おっと、ウーピン、まあまあ両ピン取ってパーピンも取ってますからね。まあ、パーピン取ってか、パーピン通したんですけど、この人がテンパイしましたね。一応三蔵は現物なんで闇、うん、すそはただその三蔵は実は森下にあんこ、あんこなんですよね。もうないんです。ただ森下がひよったら出る可能性がある。ああ、ありますね。ひよったらですけどね。あくには大丈夫。ただ手代わりありますからね。そうですね、多面茶になる可能性もある、パースを引いてくると急走振り点か、このまま押しそうな気も。簡単そのままずっと闇押し、闇押しがなかなかね手が変わらなさそう。ただ強い牌来ちゃうとさすがにゲーム精度も切らないですからね。そうですね。まだ3枚いますからね。1枚います。ええ、ランソー単品がリーチゴに取ったんだね。ローピンがね、終わりましたね。さあこのローはなんか相当強いですよ。
というか筋の3は外れ、いやいや、そうですね、このローは今スッと切りましたけどね、相当危ないところ、危ないですよね、これは警戒されるか、もう日経リーチみたいなもんですね、うん、だからね、ただまだ3ワング顔見せない、赤いちょっとやだ、ワックスに対してとかね、うん、そうですね、ありますからね、あんだけ来られたら、これ運は大丈夫ですね、安牌がなくなると3ワング、ね、危ないですもんね、このまま通ってですね、どちらも引かない、赤い赤ってきたね、もう、まあ、しょうがないですよね、うん、もうワクツにもね警戒しないといけないんで、キーピンは通ってるんですけどね、ワクツにはね、なのかな、そうなると何が切れる、9番ですね、9番行きましたね、さすがに、さあこれが入ってですね、さあこれでワクツと古橋の2人転敗、3番いなかったですね、結局ね、ワンパイですね、ワンパイに、さあこれで森下の親が流れまして、続いてトン4曲になりますね、トン4曲流れ2本番、親はワクツ、ちょっと静かに曲が進んでますね、なかなか上がりに ねみんな攻めてるんですけど ねなかなか上がりに、一回なんていうかね、きっかけをつかむっていうんですかね、そしたらバーッ、バーってね、なりそうな、お互いにお互いのチャンスを潰したくなるところもありますからね、さあドラは2番、もうまずまずまあまあいいですね、はい、そして古橋、ゴツゴツ系ですね、岡田ドラドラ、でもこいつですね、あ、じゃあまっすぐ行きますね、おっとダブトン重ねた、ダブトンだけだと仕掛けてもね、ちょっと打点はまあでも調達もあるし、まあまあさすがに寝ていくか、さあどうする、ここは急走、これは引き入れたいですよね、入れたいですね、おお、いいとこ引いてくるな、これなら仕掛けても満がありますね、ワンが重なって、おっとここで関数ピンが払ってる、もうトンのあるいはトンがアンコになることを前提の手作りになってますね、サリアンピンが重なる、いい差しが見える、おっとここでいいシャンテンですね、シャンテンダブトンポンテンスチーブポンテンで、だからあんまり引っ張りすぎると岡田のトンが危ないですね、トン危なくなりますね、いつこのトンが放たれるのか、うん、ジュリアンソンの受けは急速つもぎり、嘘、さあどう、おっと嘘を切るんですね、そうですね、もうだから、あ、これトン出ましたね、トンテンスチーバー、さあこれで天敗の数値1ですね、先ほどのフラッシュの手はもうメンツの数は十分、これですね、メンツの数は十分、はい、十分なんで、あと、あ、はじめちゃんと睨んでるのかと思ったら、そうじゃない、チートイツも意識してるかもしれない、意識してるかもしれないですね、チートイツの意識の方が大きいかもしれない、さあこのスーチーワンが、高めチーワンが 2枚ありますね、スーワンが手の内2枚、じゃあ2枚ですね、4枚、十分ですね、4枚あれは、ね、1枚ぐらいはできればドラで上がりたい、そうですね、さあ、スワンツモですね、ダブトン取りました、1000ウォール、1200ウォールですね、十分ですね、まあまあまあ ねでかいですからね、これで3万点超えてきましたからね、またね、トン4曲ですね、まあ今上がったけど、なんで G1 じゃねえのかと思って、いや、サボさんお前で、いやいや、もう数万でも十分、だから3本馬ですね、の親ドラは2ワンですね、さあワクツの手配は
どうだ。おっと、C1 ハンコドラのドアないだ。ない。まあまあですね。手付けが見えるで。おっと、なんかこう面白そうですね。ね、とにかく役割が2つ、こいつ。どうしたらいいですかね、これを。どうなっていくのか。おっと、ここもいいですね。あ、ここはピンク系としてはまとまりしません。ドラ引くのか。ドラ引きましたね。うん、あれ、かなり早そうですね。早いですね。うん、まあまあまあですね、うん。ドラがちょっとポツンと浮いてますが。おっと、白重ねた。これどうしていくんですかね。仕掛けていくんじゃないですか、ね。仕掛けていきますかね、1枚目から。ともかく、あの、ワクチンの場合はですね、仕掛けは上がるための仕掛けと、はい、牽制の意味の仕掛けもちょっとあるので、はい、おっと、古橋が動きましたね。初を仕掛けましたね。こうなると、あ、もう2枚目なんですね、これね、うん、でもこうなるとワクチンも仕掛けそう、仕掛け返ししそうですよね。ドラ切りたいがね、リアマンジャーなんだけど、うん、ドラいや、切れないでしょ。切れないですね。もう何でも仕掛けてくんですかね、古橋は。赤があるので、まあ、ウーピンとか残球でもいいやっていう構えですね、これ。ここ仕掛けましたね、ウーピンも。ね、残球から5、2でよしという構えですね。はい、ですね、今3話も切りましたので、ドラ引きも、はい、引きも構わないという構え。で、岡田もいいシャンテンですよね。岡田が、ね、そうですね。やめね、はい、ピンフのいいシャンテン。おっと、あ、重ねた。これ3個まである。イーシャンテン。バクツの方が強そうか。ただここもイーシャンテン。さあどうする。目いっぱいに2-1。目いっぱいにしましたね。森下も悪くはないんですが、まだね。あ、ウーピンポンされてるからね。さあここ3個の可能性がありますよ。ありますからね。ワクツはどう仕掛けて、この例えば Q1 とかね、さすがに仕掛けないか。仕掛けないでしょうね。仕掛けた古橋がね、こんだけ仕掛けてるから。ただ仕掛けて可能性待ちですからね。そうです ね、確かに。さあこれで古橋がですね、テンパイを入れる。トンとローワンのシャンポン。なんていうんですかね、サンフーロー、ただピンズの方位置には見えないんで、うん、ストレートに来てるなっていう感じですよね。感じですね、ドラ持ってるの。おっと、ここで広くなった。ドラ受けもできる。さあトンってどうなんですか。トン誰の手に。トン持ってないんですよ。ここに来た。あ、でもこれは打たないか。これ打たないか。うん、打たないです。もういつを決めましたね。おっと、やっと一面ツがもう行かない。行かないですね。3つ仕掛けられてますからね。行くのはここ。ここだな、この両ピンも。おお、行った。ああ、ピンズの方位置見えてるのかな。まあ万が一ありますからね。ただまあ最終手出しがパー1だったので。そうなんですけどね。ただそれをカモフラージュと見てるかもしれないですね。まだ分かんないですもんね。ん？うん、そう。でも古橋もね、ワクツにね、リーチとかね、親のワクツにリーチ打たれたら嫌ですよね。いや、嫌だけど行くしかないですからね。ここからしのぐってことはもうないので、もうめくり合いに持っていくしかないですよね。ああ、そうか。トンもまだ1枚で、ローワンもまだ2枚いるんじゃないですか。ローワンも2枚いますね。ああ、そうなんですか。すごいね。この順目で3枚生きてるってのはすごいね、シャンポンで。と入ったがもうちょっと行ってないので、ピンズ一目で落としてますね。なかなかテンパイを入れることができない。行ってればね、テンパだったらトン当たりですか。トンはね、当たりなんでね。そうなんだ、三層もうワクツが持ってきたらもう出そうですね、トンは。そこ以外だったらもうトン出なさそうですもんね。でもこの順目でワクツもトン止めるかもしれない。ああ、深いと止めるかもしれない。ああ、深いと。さあどうする。森下降りようにもね、なかなか降りる範囲が。おっと、ドライ入れた。これはさすがにリーチ。ウッパソリーチ。ウッパソ。
しますね。いやもうだから押すしかないですからね。押すしかない、めくり合いですからね。ローマンここに来ましたね。ただウーパーソって意外と薄いのか。あ、一発まで3個だったら、あ、3個に受けてれば1発も、あ、でもパーソ掴んだ。さあ、このパーソが出る。今のところリーチ、ロードラッチ9600ですかね。そうですね、9600は1万500点の上がりか。そうですね、1万500点の上がり。しかし3個に受けてれば6000オールですね。6000オール。さあ、でも一気にトップまで来ましたね。一気ですね。一気に来ましたね。まあ押してましたからね。いやー、生命力ありますね。ありましたね。サランコの上がりをね、まあ、ウパスに受けるのも、まあ、当然あれの形なんで、そうなんですが、まあ、赤もありますから ね。ただ、上がり逃した後にすぐ上がれるっていうのは、なんか生命力感じますよね。いいですね。さあ、ドラは何ですね。どう、何2枚だ。おー、ちょっと厚い。あ、この何2枚だ。しかも、なんちゃ。形悪くない。ただ、なんか持ち持ちですけどね。形悪くない。ね、ちょっと苦しいか。そしてここはチュン統一。これは和屈と古橋の戦いになりそうか。いいですね。うん、徐々に徐々に仕事が見える。かなり見えますね。ああ、でもなんかグッと締まりましたね、この酸素。うん、次3ワンなんか持ってきたらね、やることは。あ、でも、掃除の方に気がいってるかもしれないですね。どうなる、このね、何もちもちがどうなっていくかですよね。まあでもワクチンのフラッシュもポンできるとは思ってないでしょうね。うん、さあ何を見てくる。おっと、マンズ引いてきた。あ、寄せるかな、マンズに。これは寄せますね。もう完全に数層から来ましたからね。これは何が泣けようが泣けまいは関係ないですからね。そうですね、仕掛けていきます、管理アマンからね。ヤンワンは仕掛けたいところですね。この手ですね。そうです。ああ、でも、ああ、徐々に。このあともチーワンパワーのポンもありますね。マンガ見えますからね。インシャンテンですね。さあ、一品どうする。何を見てくる。ローワン。おっと、ペア、ペアは持ってない。ピンなんかね、入ってくる。おっと、もっと徐々に岡田もやる気が出てくる。白一枚切れ。お、ウーワンからチェイメンだ。ウーワンから行くんですよ。とさあ、仕掛けたパワーワンのポンが入る。うん、これはロッキーワンチーよりはね、やっぱり管理ワンチーかチーワンパワーワンポンですね。さあ、そしてここにスーワンが来た。スーワン入ってたんですね、ワックスに。そうですね、今度は名本チートイツのイーシャンテンになってたってことですね。おっと、さあ、イーシャンテン赤赤のイーシャンテン。ここも徐々に進んでくる。シャーは今切った、まあ、メンツはね、持たれてますから。おっと、イーワンも入ってましたね、ワックス。ちょっと残していれば名本チートイツテンパイですね。そうですね、名本チートイテンパイ。まあ、いいワンを残せてればですけどね。イーシャンテンだ。なんか、チュンってまだ。場に1枚切れ。場に1枚切れ。ああ、2枚切れですね、チュンが。ああ、2枚切れですね。え、1枚切れですよね。いや、ワクツと岡田が切ってますね。ああ、そうか、はい。2枚切れですね。ということは、チュンは、ないですね。3ワンもないのか、3ワンもワクツが2枚持ってるんで、ちょっと厳しいですね。さあ、ここはどうする。さあ、リーチに行った。まあ、パーピン残しておいてよかったですね。ジャンとチーピン決め打ってたらこのテンパイなかったんですけど、チーピン残したんで9ピンの受け入れ。ここもテンパイ、テンパした。なんとチーワン対サブロソー。何はないでもチーワンは、チーワンは1枚いる。1枚いますね。いますね。1枚いますね。古橋もこれ行きたいですからね。サブロッソーは、サブロッソーは結構いる。かなりいそうですね。川には1枚。手のうち3枚。じゃあ4枚いますね。枚数で言えば圧倒的サブロッソーが有利ですが。
ってますね、どこまで行くのか。ただこれはここでもし枠図勝つようなら一気に突き抜けそうですからね。そうですね、これ岡田としてもそれは分かってるでしょうか。ここはね値段じゃなくて上がりたいですよね、さあ古橋もどこまで行けるのか。おー、ローワン行きましたね。あ、積もった。リーズも赤赤、さあドラどうだ。ドラは乗らずだが、まあね、2000、4000だから。これでまたトップ買ったんじゃないですか、4本馬ですからね、2400、4400。そんなに配売良くなかったんですよね。ね、上々にしてもらって、丁寧に丁寧に、丁寧に。さあ後半戦ですね、何番に入ります。何一局、親は古橋。ちょっと古橋ね、点数がね少なくなってきてるんで、この辺でね、この親ちょっと大事にね、いきたいですね。上がりが欲しい。ドラパーピン、前局、前々局でなんかまあ手応え感じてないと思うんですよね。うん、そうですね、ちょっとあんま良くないかなっていう感じ。ただハイパイは悪くないですよ。これはね、もうね、ぜひ染めてほしいです、ただドラパーピンなんですよね。ああ、またドラがパーピンだね。そのドラパーピンでも、あのただあの同じ掃除9枚でも、その古橋の場合すごく並びがいいですよね。でこれが割と鎮痛になりやすい掃除なんですよね。あ、でもこのままいい、差しとかも、ああ、乗り切りましたね。まあそうですね。まあこれ普通ですからね。馬場さんぐらいですね、あそこからね。そうですね、プロ。いやいや、そういかないですか。いや、行きたいですけど、もうああなっちゃうと。いや、ああなっちゃうと、これピンクのみで終わる可能性が。あ、まあまあ、まあでもドラは一応使い切れるか、いいシャンテン。でもペンチーピンですからね。そうですね。ここも面白そうですけどね。ファンリャンソーが埋まった。いい感じですね。うん、あ、パーソー。さすがにここから鎮痛は難しそう。そうですね。さすがにね。おお、と、イーシャンテン。イーシャンテンですね。ただトーンはお高ぜ。そうですね。三層、三層一を取っとく。おっと、テンパイしたが、でもちょっと待って、手がありましたでしょうね、これ ね、 そうですね、ドラがパーピンもあるんで、そうですね、チーピン持ってくとね、持ってくといいですね、はい、このウーピン、あれ、このウーカンウーピン、山さんですね。あ、いるんだ、はい、あ、これでリーチだ、リーチか、うん、さあリーチに行きました。町はリャンウーピン、赤ウーピンに上がりたいですね。おお、ワクツもい い、 いとこ引きましたね、リャンウーピン。こっちも行きそうですね、これね。あ、そうすな、さあどうするか。筋なら9ピン、9ピンですけどね、パーピン待って、ドラのパーピン浮いちゃうんで、ワンチャンスでパーソー。あー、いいそう、おお、もうまっすぐ、やっぱね、最後の親なんでね、古橋もある程度行きたいですもんね。うん、あ、チーピン、チーピン、まあしょうがないですけどね、うん、3ピン先でしたからね。みんなチーピン欲しいんですね、ワクツもチーピン欲しいし、うん、まあドラがパーピンですからね、うん、さあどこまで押すのか。あ、まあチーピンが今2枚見えてる状態。ああ、ソーズが、ソーズいったらどうなってたんですか。テンパイ入ってない、テンパイ入ってないですね、イーシャンテンまで行ってますね、イーシャンテンですね。でもいい形のイーシャンテンじゃん。いい形ですね。あ、でもそうでもないか。チーソー引けばいい街になるぐらいか。そうですね。チーソー引くと。なんだ、ウーピン。おー、ウーピン行きましたね。さあ、これが当たりになる。リーチ赤、2600点の上がり。まあ、もう古橋もね、もう行かないとしょうがないですもんね。そうですね。仮に想像言ってたとしても、このね、もうウーピンはね、当たりになってますからね。さあ、何二局ですね。現状トップ目の岡田が親。まあ、岡田的にはね、ここで加点してね、もう、そうですね、盤石に進めたいところ。ラソ屋が枠つなんでね。
ちょっと盤石にしたい。ちょ貯金持ってます、持っとかないとね、危ないですからね。何が起こるかわからない。まあ、古橋もね、満貫2回ぐらい最後まで上がってね、3着ぐらいはね、行きたいですね。要するに、これリーグ戦ですからね、はい、無理やりトップを狙う必要ないんですけど、確順をちょっと上げていくよね。ちょっとずつね、やっぱ上げておきたいですからね。ドラが1個か、お、ちょっと、おしゃ、ダブなん、ドラドラですよ。これはチャンス手だ。あ、でもチートイスのイーシャンテンだ。チートイスのイなんかチーチャンテンシャンテンするよりはね、ねなんかポンね、うん、あるいはメンステにしていきたいですよ、ハネマンあたら何は初めちまいくさこうなってくるとまあチートイスかでもね、どうしたら必然に赤ウーアンタンキーになりそうじゃないですか。チートイだとそうなりそうですね。どうなのか、ここにウーア2枚か、メンステにしてしまえばね、そういう心配がないの でどういう方向に行くのか、まあ相撲次第。んあ、仕掛けたんだ。旬のポンが入りましたね、私から。仕掛けましたね、初の統一、もう初の統一なんて、初ポンして白持ったら皆さん死んでくださいぐらい思ってるんですかね、うん、これで、これですね。そうですね、確かにこれでみんな浮き、うん、一気にくなりましたからね。もういけないですからね。もう古橋はもう白を絶対落とせないですからね。ただむしろ自分が白2枚持ってるんで、もう大残業ないかと。ですので、そこからどういうね、うん、まあ、みんなにその情報はもちろん知らないんで、フラッシュは有利は有利なんで ねみんなは手がちょっと、他の2人は手がね、はい、止まってしまう。他の2人白を掴んだ時点でね、もうまあそれもあるんですけど、リーチが一気にくなっちゃいましたよね。闇手に構えざるを得なくなるんで、これでもう、お、チートイツだ、これだ、どこ残すか。そう、3品、まあ3品2枚切れてますからね、うん。こうなると岡田の難も絶対出なさそうですね。出ないです。あ、さあテンパった、チートイテンパイ、さあどうするか、リーチ行くのか、今行きました、これ行かない、 いや今出た急走なんですよ。あ、なるほど、こう枠靴の急走を切ってるから。しかしスチソ赤赤赤チソ、あ、マンガあるんだ、マンガなんですよ、うん、もうこれでも急走掴んだら誰でも出るんじゃないですか。出ますね、はい、非常にいい街、変なの引いてくると、うん、森下も急速、ね、切らざるを得なくなる、うん、あ、これ白出た、これでもしかしたらリーチ行くんじゃないですか。あ、なるほど、白が見えたんで。でも枠がかなり警戒されてるから急速、あ、でも自分でもロソ切ってますから、うん、自分でロソ切ってリーチ行くんじゃないですか。これ3番、これ本一だと踏んだら、これ、おー、行った、あ、闇点なんだ。でも3は行きましたよ、あの捨て牌で。これ本一に見えますもんね。本一に見えますからね、これ。それでもリーチは行かないよね。行かないですね。リーチは行かないですね。あ、まだ白1枚切れただけだから。下手すりゃあんこっていう、うん。でももう行ってますからね。ね、行ってるからね。どこで何を引いてきたらもう降りるかぐらい。あ、でも確かに森下の捨て牌。筋とはいえ、ステイがトーンが、ね、激しすぎるから、ね、これリーチかけたら止まっちゃうかもしれない、うん、確かにね。でもあの3腕の強さみんな見てますよ。あの3腕めちゃくちゃ強いですよ。コクチンは見えんの？どうで、ああ、でも初チューン出てないんで、コクチン見えるのか。見えますね、これ。いや、でも岡田は見せたから大丈夫です、コクチンは。トン、トン。なんかちょっと枠つ嫌ですよね。こんなに押してくるの私にって今思ってます。これスーアンコシャンテンまで、あ、いいピン来てたんですね、うん、しょうがないですよ ね。さあ急走どこ行った。急走は山に、あ、このチーは嫌だね。このチーはもう厳しいね。マンズの本地見えるからね。見えますよね。実際違うんだけど、すごく嫌だよね、この地位は。すごい嫌ですね。3番も本当嫌だったしね。3番も嫌ですからね。これは厳しいか。まあ、そういう意味じゃ、ワクツの捨て牌作り、パイレーツですね。そう、パイレーツですね。もう見事ですね。これは全然。うん、あ、でも行く。しかもリーチ行った。リーチに行った。あ、もう地位は切る以上はってことですか。もう、もう、そんな感じですね。ああ、ローソン。危ない。
これドラ。これはもう絶対打てない。あでも厳しいんだ、打つ範囲ないんだ古橋は。森下に真っ白。でも森下も白持ってる可能性もある。いった。どうなるこれ。七層4枚自分で、あと岡田に1枚ずつですから残り2枚。だからね、ローソンもね3枚飛んでるし、結構ね想像はいいように見えるの。まあ、お互いだから想像待ちなんだけど。そうですね、これ大丈夫ですか。大丈夫か。まあまあとりあえずは安牌が、で急層っていうのは山に3枚。あ2枚ですね。2枚ですね。あ1枚、そうそう2枚ですね。2枚対決だ。さあその2枚がどこに行くのか。打点両方とも高いですからね。高いです、ええ、さあとりあえずシャー3番は大丈夫そう。さあどうなる。チュン関するかどうかですね。関するか迷ってるんですか、リーチ入ってるのに。だってそりゃそうでしょ。だって絶対通る範囲なんですから。いや絶対通る範囲なんでね、うん、だから迷うってことは関するかどうか。いやいや、まあ、今2着目なんでね。どうどんだけどんだけ攻めるんだ、海賊だ。どんだけ攻めるのこの人は。まあ、普通は関心なのがいいと思いますけどね。でも多分上がれるって踏んでるんでしょうね、自分のが強いと。あまあ相当の場がね、場がね、はい、強いから上がれるんだったら打点上げてやろうみたいな。そうですかね。いや森下これ裏ドラ2枚見れますからね、これ場合によっては親倍マンもありますよ。ありますよ ね。もうちょっと森下の捨て牌も何でも当たりそうですもんね。そう、もう筋もクソもなさそうなんで、もうつかんだ。小さがつく。でもこれで残り1枚失踪。あ、急走の方がいる。急走の方が強い。強い。短期の方が強くなった。お大丈夫。なかなかどちらも引いてこないですね。白あんこになってた。まあ勝負ですよね。まあそうですね、全部残してればいいピンもあんこなんで、うん、数あんこかね。おお、決着つかないのこの対決。そうこれは出ないですからね。じゃあ1枚対決、残り1枚ずつ、ね、まだある。うん、もう抑えがない。もうないんですか。リャマンは、あ、リャマン大丈夫そうですね、うん、さあ、枠つ最後のつもどうだ。1枚対決、うん、ウーピン。いや、いきますね、はい、あれ、もう山ない。あ、これ入ってっか。これが背底ですね。おお。あ、違う、あ、違いますね。まだある。もう、そうですね。で、次が背底。これが背底ですね。これ背底、背底何がいる。ああ、マジか。マジか。ラスト。さあ、これがワックスの上がりになる。ヤクヤク背底赤赤。漫画ですね。8000点。ですね、いやー、すごい戦いになりましたね。まあ、1枚ずつの対決でしたが、阿久津に軍配が上がった。さあ、難3局、小屋森下。ちょっと上2人が抜けましたね。上2人っていうか、女性2人が抜けましたね。そうですね。さあ、ここで森下頑張ってほしい。あの、古橋から見ると3着が近づいたんで。あ、そうですね。うん、目標ができましたからね。やっぱり着順上げると、まあ、順位点の問題もありますし、リーグ戦ですからね。あ、ドラ、したいい。いいですよ。ペドラですよ。あ、ドラドラだ。しかも赤もあるドラさんだ。これチャンスだよ。さあ、ここもいいぞ。お、いいですね。こういい先手は取らなかったけどね。いい先手でしたね、今ね。あ、そうですね。全然抜けば。フラッシュは3着狙い。さあ、そして、今トップなんですけど、迫ってきてますからね、アマゾネスはね。そうなんですよね。うん、もう2000点差ですからね。うん、ただこの森下がこれ上がればまた分かんなくなりますよ、あれ。そうですね、打点は十分ですからね。さあ岡田、岡田ドラ1個ポツ。古橋が本地向かいましたね。そこも本地向かいました。打点はやっぱ欲しいところか、
ただ E1 アンコになるとですね、これね。若干ありますね。うん、あともリーチ攻撃。だチンはもちろんポンしないんですが、リーチでの攻撃になるな。まあ、一発裏ドラありますからね。うん、何が起こるかは分からない。残り1枚のペイがね、これ森下に入ったら、これ大変です。強烈になりますね。お、さあこれどうするです。お、パー、こう、あ、ここでパーピン行くんですね。前に1枚飛んでる、あ、2枚飛んでるんですね。それがあるんですね。さあ、シャンアンコにしてイーシャンテンですね。お、まっすぐ。久しぶりないで赤ウピン引き考えてますね。あ、お、トイツがナンをね、トイツしましたね。トイトイまであるかな、そうすると。そうですね、仕掛けて、両方仕掛けられたら、うん、ヤクヤク、トイトイ、ワンガンクラスは見える。さあ、ここで G1 キャンピン、まあ、さあ、フラッシュの場合、これこのまま面前リーチですね。なんかそんな感じですね。体、ね、も徐々に、おっと、ここでスーソーか、スーソー、あまり手が進まない感じですね。なん、あ、森下が、はい、そうですね、形が良くなる、良くなる。枠つももう一枚引けない感じですね。さあ、おっと、これでイシャンテン、リャンワンとか引いてきたらカンとかってしてるんですか。いや、もちろんするでしょう。すると思いますよ。これは面白くなりそうですね。だ、さあ、おっと、ここでリャンワンが重なった。まあ、ペイはドラなんでね、うん、気持ちいい統一手ですね、やっぱしね。まだペイは山にいる。一応ウピにくっついていいし、まあ何切るか、これさすがに、これ、ああ、何切らない。これは古橋への警戒ですかね。なん、いや、親に対して、かも、あの、要するに絞りってる感じある。あと自分で重ねたいっていうのがあるでしょうね。一応ダブなんですからね、自分が重なれば。ただダブな、重なっても結局、おっ、あ、カンだ、これカン、これはカンでしょう、ノータイムでしょう。さあ、岩のカンが入ったドラ、ウッソ、あ、十分ですよ、自分打点としたこと。ああ、乗りましたね。これマンガンクラスは見えますからね。まあ、リーチかけないとダメですけどね。さあ、とさあどうする、あ、うん、おっと、ドラ、まあ切るですよ、まあ、切るしかないですからね。そうですね、スースー切ってますからね。何、うん、か重ねたら、でもリーチですもんね、リーチですもん ね, ね、だから、やっぱ絞ってんのかな、うん、ね、ここが何欲しいとこだからね、うん、とはいえ、何もう一枚ありますもんね、山にありますね、うん、ペイもペイある。チュン、チュンが、チュンが1枚、うん、なんだ、あー、ローソー、これでちょっと広くなりましたね。なりましたね。さあ、初は2枚切りか。なかなか森下が転敗しないですね。転敗しない、厳しいね。あ、ピン3ピン受けも残すような感じ、ローピン、さあどうなる。ローソー、ローソー打ちづらいのか。おーっと、赤ウソしょうがないですよね。まあしょうがないですね、これはしょうがない。さあ、目の前でバンバンリアウソ切られて、あ、もうやめましたね。もうちょっと白酢は、はい、ここでさ、テンパイを入れる。まあ、多分3着を狙うんで、これだと、ね、まあ、何ドラ1ですか、何かチュンか、何ドラドラか、何ドラドラ、ドラドラだから、ね、まあ打点はマンガンあるんだ、まあ、マンガンですね、あ、はい、当然の地位ですね、当然の地位ですね。いや、これ最後のドラウソですもんね。ある意味美味しいって言えば美味しいですよ、うん、これで上がれれば古橋結構ラッキーかもしれない、ただ何もチュンも生きてますよね、1枚ずつ。あー、掴んだ。あー、これやもうちょっといけないもんね。でも耐えましたね、とりあえず、うん、親なんでね、行きたいですけどね、目いっぱいに。もう枠からは出ない。ただまだチュンはいる、いる、
いやこれフラッシュのってリーチかけなきゃダメだと思う。これドラチーっていうのがあったんですね、自ら缶ドラにしたそうですね、ローソン持ってきて、ね、これ大きいな、割れたら、これはちょっと森下もテンパイは無理や、絶対無理です、もう無理そうですね、さあいるのかチュン、いたらすごい、うわーいた、おお、これは大きいな、積もったチュン、ドラドラ2400ですね、マンガンですね、これはでかいですね、これは大きいわ、ちょっと上がりね、あの三角の上がり厳しいかな、うそうですね、さあ続いてなんか展望が落ちたんでしょうかね、あ違いますね、マークが、さあオーラスですね、南4局、親は枠2、枠2は現状2着目ですね、はい、トップとの差が1800ですね、700ですね、もう上がっちゃえばぐらいですね、そうですね、とはいえ上がりやめはない、これ上がりやめないんですね、ないですよね、だからもうワックスなんかも親の大連チャンでここでね点数稼ぎに、そうですね、で逆に古谷さんのところ上がって3着確定させたい、で岡田はもう逃げ切りたい、逃げ切りたい、上がればいい、そして問題森下がこれやっぱり3着浮上の上がりは出さなきゃいけませんので、5300点差、そうですね、5333点、出上がりだったら64以上、積も上がりなら、1200ですか、ね、あ1200じゃ届かない、3326だ、さあ、すぐ123の3色が見える、うん、おっと、古橋、いいとこ引きましたね、うんうん、古橋、速そうだ、ただ岡田も悪くないですよ、悪くないですね、うん、森下がちょっと苦しいか。まあ、着方によってはいろいろ見てる、どういうふうに牌が入ってくる、あこれ岡田早そうですね、かなりですね、これまあ金筆なんですけど想像が変化したら単用を考えた方がいいかもしれませんね、あの地点ポンテのね単用を、おっと、はい、5つ見える、3色も見える、これダブナン、ダブナンC1 行くんじゃないですか、もう C1 かローピンか、うん、どっちか、あとも雨いっぱいにしてるな、さあチーソどうする、ドラは両ピンなのでチーソつむぎりですか、うん、つむぎりが早そう、森下は白つむぎり、さあ何を引いてくる、ウーピンつむぎり、そうドラの両ピンがワックスしか持ってないんですね、あそうなんだ、こうなるとタンヤオ以降もあるのか、うん、イーソー切りますか、とりあえずチートイツもちょっとあるんで、ああイーソー先にスーパーいいのでもタンヤオですね、タンヤオですね、 できればこれチーテンかポンテンで取りたいですよね、今から仕掛けてくれて、もう1枚入れたいですね、はい、さあこれダブダン仕掛けた、じゃあ2着確定にいった方がいいですからね、そこでイーシャンテン、はい、スーピンがこう岡田ともちもち状態なんですね、うん、さあ靴もなかなか手が入らない、さあどうだ、入らない、うん、3ピンは誰も持ってない、さあどうする、ちょっと問い詰も見えてくるのか、5300以上欲しいんですもんね、森下は。出上がり64か、つむ上がり1326ですね、うん。さあどうする？ここでちょっと選択、嘘を切るか、嘘を切りましたね。まあなんちゃ、シムチが仕掛けてるってことちょっとあるんですね。泣、はい、かれたくはない。シーソー3枚。さあどうだ？進むのか。なかなか進まない。リャンピン受けを残すか、ウーピンよりは、さあ9ピン、まあ、手はね、行きたいですけど、お打っちゃうと、ね、打っちゃうとね、もうね、ダブダンポンしてる時点で打てないんですよね、そうですね、ダブダンのみでもあの2着に転落するんで、はい、2000点かといって降りてても
これ苦しいですもんね。これパーピン9ピンで行くんじゃないですか、さすがに。行きそうですね、うん、1、2、3、仕掛けられますもんね。おっと、これでテンパイを入れる。スッチソー、ただスッチソーめっちゃ薄いんですよね。もう岡田が4枚切ってますからね。だから満がありますよ、ここに。おっと1枚来て、これで残り3枚、残り3枚、いや残り2枚じゃないですか。川に4枚、手の内に2枚、手の内に2枚、そうですね、手の内に2枚、ね、残り2枚ですね、残り2枚ですね。さあ9ピンが重なってどうしていく、まあ、古橋の現物ではある。ウーマン切れたけど切りづらいのかな。でも行きましたね。ウーマン行きましたね、さすがスーチーソー。誰が持ってくるのか。もうこの順目になると岡田もさすがにスーチーソー行かなそうなんで。いや行かない、打つわけに行かないから、ね、もうそうですね。そうだと、まあ森下はまあまあ行きやすいは行きやすいが、やっぱり嘘行きますね。森下はまあ変な話、失うものがね、ちょっとおかしいですけど、まあ、そうですね、まあ、ただ素点は大事にするっていうのはありますよ、リーグ戦だからね。何引きました？3ワンですね。ああ、でも行きましたね。ただ現状強いのは古橋、誰が追いつくのか。これイシャンテンも、イシャンテンか、イシャンテンですね。イシャンテンですね、できれば1326だったら面ピンツもドライチでもいいのか、まあ、テンパったらリーチに来そう。さあこれでゴルチ、ゴルチ見えますね、いけますよ、うん、9ピンが打てるかっていうところですね。もうまっすぐ行くなら9番行っちゃうか。まあ、9番行くかな。パーピンが1枚切れ、1番が、あ、行かない、行きました。パーピン行きましたね。パーピン40枚に切れ、枠数切ってますからね。あ、そうか、止まるのか。まあ、親に対してでも、リャンピンがなのかね、そしたらね。そうですね、まあ、実際ね、リャンピン入って古橋転売ですからね、うん、抜いた。他から出ないです、何もね。さあどうする。これ一応ウーピンが3枚見えてるんで、まあ、ワンチャンスの範囲ではあるんですね。まあ、そうです。 G1 筋の G1 行きましたね。なんだウーピン、もうさすがに打てないか。靴ももうあれですか、折りですか。折りですね。もうあんだけやっぱ入らないと。うん、あ、もうこれは厳しいですね。これで終わりですね。いけないですよね、これはいけないですね。さそうなると古橋の一人テンパイで終わりそう。ここで諦めたか、なんか粘りそうな気もしたんですけどね。まあ、確かにこんだけ積もってない。ただ2回積もが、うん、もう2回積もないんですね、うん、もうダメですね。まあ2着でよしということですね。まあまあということでしょうかね、うん。まあ、どう頑張ってもテンパイしてなさそうですもんね、うん、あの川と合わせても。してないです、してないです。お、違った。どうするか。まあ、2着、3着をキープする形ですね。そうですね。さあ、これが配定になりますね。さあ、古橋の一人転売ですね。はい、終了です。さあ、皆さんにちょっと感想を聞いていきましょう。はい、まずは1位になった岡田プロ。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、いかがでしたか、ハンちゃん振り返って。いや、まず、チートデイリーチしたんですけど、普段絶対テンパイしても降りてた手だったんで、ところ、あのね、パーソーを当たり牌、実際ね、ワクツさんの当たり牌のパーソーを止めて、そうなんですね、自分で、ね、一発で積もるっていう、あれすごかったね。まあ、ウーピン自体が非常に嫌なとこだった。いや、そうなんですよ、自分で5枚使いでしたもんね、はい、ウーピン3枚。そうですね、はい、だったんですけど、ちょっとパーソーにしたのはなんか自分の手にローソーも2枚あるから、ウーピンは一応3ピンはウーピンの壁にはなるんだけど、はい、パーソー短期で言ったらなんかありそうだっていう感じ。そうですね、あの急走が4枚見えてて、ローソーが2枚見えてたので、まあ、そのパーソーは使いにくいっていうのもあるんですけど、
あとその前に、ね、多分トーン1曲かな、はい、3品をチートイ狙ってた3品止めたんですよね。あの古橋さんのね3品スルピンのシャンポンを自分で30年前にね3品切ってたのをまた3品持ってきたんだけど、はい、それをスッと止めたんですけど、はい、あれ何気配感じたんですか。実はあの時点の3品当たり配だったの、あの持ってきた時点でですか。はい、いやそんなに自分の手も価値がなくて、結構私はこのパイレーツに入っているんですけど、本当にピヨピヨマージャンなんで、いやいやいや、ピヨピヨですから、ピヨピヨじゃないけど、全然ピヨピヨじゃないけど、本当になんか見合わなかったらすぐ降りるっていうのもあって、あと古橋さんはちょっと結構対局見てたりするので、ちょっと手つきとかではちょっとなんかあの気分が良さそうだなと思って、あれね、僕と馬場さんはあれ止まんないでしょっつってね、だから古橋さんと止めたから、古橋さんかなんか変な匂いでも出てるのかな、卓上ではなんか出てるのかなって話したんですけど、うん、いやでも見事でした、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ続いて2位になりましたワクツプロ、はい、いや惜しかったですけどね最後、いやいや、ね、でもさすが、まあ、もうさすがでしたけどね、さすがの攻めっぷりですよね。いや、うん、あの瞬間はなかなかできないですよね。でまあ、ちょっと考えてたんですけど、ちょっと考えましたけど、いやちょっとスッチーソーの枚数が分からん、はい、2人完全に降りてしまったので、はい、スッチーソーの枚数が全く分からなかったんで、ね、そうで森下さん使って2枚3枚は一応考えたんですよ、はいはいはい、そう考えるとリンシャン引きに行った方がいいかなと思って、なるほど、で、まあ、ちょっといない、あまりにもなんか全然出てこなかったんで、うん、はいはい、あれも気になったっていうか、あの森下プロはスチーソー4枚使ってましたね、4枚か実際にチートイで4枚使ってたんですけど、でもなんか面白いそうだ、ね、いやいやいや、そうですよね、残り1枚対決になりましたからね、うん、最後まあ惜しかったですけど、まだまだ2着なんでね、見事です、お疲れ様でした。はい、さあそして3位になりました古橋プロ、お疲れ様でした、いかがでしたか。最初序盤かなり厳しい展開でしたね。そうですね、ちょっと打開しようと思ってあの、はい、トンバの枠さんの親で、はい、あの初仕掛けて、仕掛けた、ね、ちょっと仕掛けた以上あの本当はトイトイまで持ってきたかったんですけど、うん、はい、ちょっと泣ける範囲出ちゃった以上あの、はい、最後まで行き切ってしまって、まあでも行くしかないもんね、まあ、まあそうですね、そうですね、ちょっとまあただあの結構ソーズの6級外パー層が本戦っぽかったので止める手はあったかなと思いますが、あのでももう、ね、ちょっと攻めすぎました。行くしかまあないですもんね、じゃあトーン2個落としてってもその後 ね、 そうですね、厳しいですからね、まあまあまあ3着になりましたからね、なんとかいい、ね、あのはい、やっぱイーワン感がね、でドラを嘘にして のて素晴らしい番、そうです ね、あれはなんとか上がれたんで見事仕上げましたからね、はい、まあ、3着ですけどね、まあ、リーグ戦なんで、ね、そうですね、また次に行かせればと、はい、思います、ありがとうございます。さあそしてくしくも4着になりました森下プロ、はい、いや、いかがでしたか。そうですね、まあ、あの和久さんの、まあ、背底で裾を打った放獣したやつですか。うん、まあまあ急走もまだあったんですけどね。そうですね、いい間違いですよね、急走自信があったんですけど、あそこまでもつれちゃうと、もう多分テンパってるのはバレてるんで、まあそうですよね、もう周りからもね、なかなか出づらく、そうですね、そうですけどね、まあ最初はマンズがやっぱり嫌だったんで、マンズで嘘高くて、まあ他の色で打つならまだ安いかなとは思ってたんですけど、でもあのチーワンは結構ね決断の一打だよね、ちょっと切りにくいもん、ね、そうですね、あのチーワンが、すごく切りにくくて、まあ、もう切るならリーチかなと、勝負した結果、対立リーグとか、はい、そうですね、もう勝負してね、あの、はい、イーシャンテンをリアンシャンテン戻し、さらにサンシャンテンに戻して、ね、またリアンシャンテンにしてイーシャンテンにしてまたリアンシャンテン戻すというなんか上がりきるっていうね、そのエレベーターのようなエスカレーターの場合が面白かったですね、どんだけ戻すのかと、うん、まあ、リーグ戦長い戦いなんで、ぜひこれからも頑張ってください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ馬場さん、いかがでしたか。いや、はい、同じあのパリーグでも、はい、ね、やっぱ対戦相手によっていろんな内容になっていくなと思いましたね。そうです ね、 ね、いろんな、これは打撃戦の戦いっていうよりは、はい、やっぱお互いにお互いのこうチャンス手を潰し合ったりとか、はいはい、読み合いの中での対決になりましたんでね。いや、面白い戦いです ね、 ね、ただ女性陣が、はい、ワンツー締めました、ね、しまいましたね、この後男性陣の奮起を、ね、これからね、ぜひね、男性プロも頑張っていただきたい、はい、さあ日テレプラスマージャンリーグ2018パリーグ第2試合、勝者は岡田プロでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
ファースト対決、残り1枚のファースト勝負ですね。残り1枚のファースト勝負。チーソーはもうあの森下の手に2枚あるんで。うおぉ、マジか、マジかなんだ、恐ろしいな、この人。恐ろしいわ。リズムチートやがれ、いや、漫画ですね。一発一発か、一発です、一発です。3600円です。